あえー、利権食品の佐藤でございいいまますすよろししくお願いいたします、えー、温暖化と海外海藻輸入資源の変動ということで、えーまあ、主に韓国、中国の海藻養殖制裁への影響に関して、えー、お話ししたいと思います。えー、まず最初にですね、えーか 世界の海藻の生産状況についてまとめたものがこの資料です。これ FAO の資料なんですけれども、1950年には世界の海藻生産量55万トン、このうち養殖生産されたものはわずか6.24%でした。これが2019年になりますと 3576万トンということで、養殖生産者が96%以上ということで、半世紀で60倍以上に増加しております。この飛躍的な躍進というものは、この養殖生産シェアからも明らかようにですね、養殖生産の伸長によるというものでございます。次に どの国でどのぐらい、どんな海藻を養殖しているのかと、生産しているのかということをちょっとまとめてみました。えー、1位からまあ10位までなんですけれども、えー、1位が中国でダントツで、これは、えー、2030万トン、昆布、おごのり、のり、わかめ等が養殖されています、えー。ほとんどが養殖です。2位がインドネシア、えー、こちらはキリンサイ類イで、えー、カラギーランの原料ですね。 で3位が韓国182万トン、これ昆布、わかめのりなど、こちらは、えー、もうほとんど養殖です。4位がフィリピン150万トンで、えー、キリンサイ、こちらもからぎなどの原料でほとんど養殖。えー、5位に、まあ、北朝鮮が入ってきまして、えー、こちら昆布が養殖されておりますで。6位はチリなんですけども、チリは、えー、養殖し、 シェアというのは5%しかありませんで、ほとんどが天然です。で、滑走類のレッソニア、これはアルギン酸の原料、あと、オゴノリと杉のりリと,、えー、とですね、こちらはからギ寒天からぎなの原料がまあ採取されています。次は日本で41万2000トと、養殖シェアが84%。8位、えー、がマレーシア、こちらはキリン酸の養殖が行われております。9、え、位、ー、はノルウェー。 こちらほとんどが天然で、えー、昆布類、あるいはアスコフィルム等の滑走類が主です。こちらは、えー、アルギンさんの原料になっております。12位がタンザニア、こちらはキリンサイ、こちらも100%養殖です。このように、えー、養殖によってですね、まあ、世界の海藻の生産というのは非常に多くなってきているということでございます。それでは、えー、その温暖化が、えー まこの養殖生産どういう影響をしているのかということについてまず韓国の状況についてお話ししたいと思います。えー、韓国の旋回、えー、養殖の分類別の生産量の推移を、えー、まとめてみました。えー、これを見ますと、えーまあ、海藻類と、えー、貝類これがまあ主なとこなんですけども、えー、貝類は、えー、柿の養殖がほとんどです。 でこちらは、えー、大きく伸長しておりませんけれども、海藻類に関しては、えー、非常に大きな伸長進展をしているということが分かると思います。でこちらは、えー、海藻類をですね、えー、種別に、えー、見たものです。えー、昆布、のり、わかめ、ひじき、青のり、ミル、オゴノリ、カプサオノリ、ホンダワラ類ということで、ちょっと日本ではなじみのないような海藻も養殖されております。でこ,こでも 見てもわかりますように、えー、海藻の養殖は、えー、どんどん増えているという状況ですでは、えー、まあ海藻の養殖はですね韓国でなんで増えているのかなということについて、えー、お話ししたいと思いますでこちらのグラフは、えー、アワビの生産と海藻の養殖の生産量をちょっと合わせたものなんですけども、えー、この青い、えー 青い棒グラフですこれがアワビの生産量です、えー、2000年以降ですねどん,どんどんどん増えておりますでこれに伴いまして、えー、昆布の生産量ですねこの、えー、ここですね、えー、も増えておりますあと、えー、養殖の、えー、わかめの中で、えー、アワビの餌用の生産量も増えておりますでこれは、えーまあ、韓国の場合食用も 日本と同じく食用での文化というのは非常にあの大きいんですけれども、えー、近年はアワビの養殖用の、えー、海藻の養殖が増えているということでございます。でこちら、えー、そのアワビの養殖なんですけども、海上イけス式ということで、えー、このように海上にこうあの浮,浮いたです、ね、イけスを置きまして、この中に、えー、波板があって、そこにアワビをくっつけて養殖します。 でこれは、えー、わかめをですねあの、取ってきたわかめをこのような長いクレーンで、えー、直接この中にどんと入れて、給、え、仕、ー、するということの写真でございます。で韓国、まあ、広いというか、あの国土はあの、韓半島の南部なんですけれども、えー、その中でも全羅南道一番 南西部ですね、こちらでほとんどの海藻類が養殖されています。でこちら見ていただきますと、海苔ではちょっとこの、えー、この辺りでも海苔が養殖されていますので、えー、生産者は73%ぐらいですけども、他の海藻はほとんどこの全南道という海域で養殖されているということでございます。で韓国でも、えー、温暖化に 対するです、ねまあ、海藻養殖どうしようかというようなことがいろいろ論議されておりまして、えー、2015年の11月に、えー、気候変動対応海藻類養殖シンポジウムというのが行われています。たまたまその資料をです、ね、いただきまして、まあ、これを見たんですけどこのについて紹介したいと思います。えー、このシンポジウムで発表はです、ねえー、6件ほどだったんです。この中で、まあ、特にあの 周囲主体点とということで一つは全羅道の海洋水産科学院というところから、えー、まあ海藻類養殖の現状と問題点というテーマで問題提起がありました。で、えー、これに関しましては、のり養殖あるいはわかめ養殖で、のりですと最病時期、えー、わかめですと大き出し、これは大体いい秋9月から10月なんですけども。 これをもっと厳格にやりましょうとこれ。どういうことかというと、えー、従来ですねあの何、例えば9月何日になったら再病しましょうとか、その水温の実測値に関係なく、えー、時期が決定されたと。これをもっと水温を、実際の水温を見てやりましょうと。そうしないと、えーまああの 目落ちとかそういう問題が出ますよということを、まあ、これは当たり前なんですけど継承していますで。もう一つ、えー、国立水産科学院海藻類研究センターというのがございます。これは、えー、日本でいう水産研究所と同じ機関なんですけども、海藻類の養殖に関する研究を、えーまあ、一気にやっているところでございます。でここからは、えー 特に滑走類なんですけど、高温耐性品種の開発が重要性ですよとで。こちらは先ほどお話ししました、えー、アワビの餌として、ですね養殖ワカメと養殖昆布が取れない時期、いわゆる給仕できない時期に、えー、養殖可能なものをやりましょうというようなことが提案されています。で、ワカメの新品種としまして、えー、スイカイン203号と。 これはワカメのメスの配偶体とです、ね、青ワカメのオスの配偶体これを、えー、一週間交雑しまして、えー、通常のワカメは大体4月までしか取れませんけども6月まで収穫可能なワカメの品種を作っておりますあと、えー、先ほどの、えー、9月から10月にも取れるということでツルアラメこれを養殖しましょうということでこれの養殖技術に関しての、えー、紹介にございます でえー、右の写上の写真はこのスイ、え、カ、ー、イン203号の写真ですけどもちょっと普通のわかめとは形が違ってますであとツルアラメの養殖マニュアルこういうものが作られてますでただ実際これがどこまで今、えー、宿られているかというのはちょっとまだ、えー、実用段階にはなってないというような状況でございますツルアラメに関しましては一部で養殖試験的な養殖が始まっております 次に、韓国の環境部というところで、気候変化評価報告書というのを出します。これ、ネットで資料を取ることができるんですけども、こちらの方はまあ全部で362ページという非常に膨大な報告書なんですけども、この中の海洋および水産というところを見ますと、韓国での緊急 海域のですねこれは49年間というところで取ってるんですけども、表、えー、層水温の変動は1.23度上昇しました。で、この同期間ですね、世界の平均というのが0.47度で2.6倍全部高いですよということになっていますさ。先ほど馬場先生からもご紹介ありました日本近海の場合ですと、えー、 2020年までの100年間で1.16度 C と、えー、これがまあ同じ時期のえ世界のえ平均よりも高いということがありますけれども、韓国ではさらに顕著な傾向にあります。韓国の場合、えーまあえー、日本海、あと東シナ海ですね、黄海というまあ閉鎖的な 海域に囲まれているということも要因の一つとして考えられております。あと、えー、旋回養殖業の中で、まあ、海藻というのは水、まあ、常に敏感なんですけども、これはひ脆弱であり、問題だということが示唆されておりまして、品種新しい品種ですね、まあえー、高温耐性品種の開発必要性、さらには 国内でですね養殖漁場をもっと北に移転しなきゃだめなんじゃないかというような話、さらには海外まで移転しなきゃならないんじゃないかというようなことまで考察されております。次に、こちら海洋水産部から国家海洋生態系総合調査2020年というのが出ています。ね えー、韓国の海域を2つに分けて、えー、各年ごと調査した結果です、えー、それによりますと、えーまあ、海藻類に関しましては、えー、滑走類と高層類、これの出現総数の分析ということで、えー、滑走類に比べてまあ高層類がどん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 増えてますよというような報告がなされています。 であと、えー、先ほど食害の話ございましたけれども、えー、対馬暖流のに乗って、まあえー、来る、えー、魚種ですねこれが増えているという報告がされておりました、えー、あと、えー、定性生物であるサザエとか砂が西巻貝これらの生息域が北上しているということが報告されております でさらに、えー、韓国南部の海域、まあ、最終島というのは韓国の南にある島ですけれども、えー、先ほど申し上げました、えー、海藻の主産地である全ンラ,ランド、こちらの方が亜熱帯化が進行しているということが、えー、観察されたという報告がなされました。えー、では、えー、実際ですね、その温暖化というのは海藻漁食、どのような影響があったかということを。えー ご紹介したいいと思います、えー、2020年の領域、まあ、これは2019年の秋から2020年のまあ春にかけてなんですけども、えー、この年がちょうどです、ね、水温が高くて、えー、これにあの湾道というところの、えー、定点の観測水温なんですけども、えー、これ見ていただきますと、12月の中旬からです、ね、ずっと保管として、この他の 比べていただきますと非常に高い水温が続きましたこの影響で特に海苔の生産が減ったという結果が出ておりますでこれは韓国漁業統計これあの1から12月で集計してますけれどもこれですと海苔の場合は2019年産と20年産で 11.5%減りましたというようなデータになっています。で、わかめの場合は3.6%減産ということなんですけども、漁、えー、期が、えー、秋から、まあ、翌年の春ということもございますので、えー、韓国海洋水産開発,開発院というところでの集計では、えー、この漁期での集計をしております。でこちらの方は、えー、星のりの、まあえー、この束、 100, 100枚単位での、えー、集計なんですけれども、えー、これのですと、えー、21.2%ですね20、2020年産が減産したというような結果がなになりました。で、若めの場合は4.4%、まあ、ということで、特に海苔の減産が大きかったということでございました。 この韓国海洋海水産開発陣、えー、コーリア・マリタイム・インスティュートという、まあ、英語の名前ですけれども、ここは、えー、韓国の水産業ですね、漁業、養殖業、あと海運とか、いわゆる海に関するすべての、えー、ことに関しての、まあ、調査、研究を行っている機関でございまして、日本にはこういう機関がございませんここはあの、えー、国立ではなくて、ですね海洋水産庁の、まえー、外部組織なんですけれども、非常に、えー、いろんな。 報告をしていますその中で、えー、この KMI 動向分析というのを、まあ、定期的に出してるんですけども、これの中で、この2020年産の減産についての分析提言を発表しています。でこちらあの、具体的な資料ですので、ちょっとここは承知おいいたします。減、えー、産の原因といたしまして、の、ま、り、あの場合は、細、あのー、病は普通にできた。 けれども、えーまあ、台風が来て、ですね、えー、そののりの施設に被害があって、これ、復旧しましたということで、まあ、この段階ではそんなに減産の予想ではなかったようですけれども、実際、先ほどのですね、えーまあ、12月からの、えー、降水温で、えー、成長が不振だったと。であと、えー、海苔のいかあの網に、えー、青のり 等が付着する場合があるんですけども、こちらが一部の地域で発生が拡大して検査につながったということを考察しております。わかめにつきましては、この台風の発生で、起き出しの時期がです、ね、例年より20日ほど遅れて、起き出し後もまあちょっとあまり状況が良くなかったということで。 特に初期産のわかめの成長が不振で採取ができずに減少したということでございます。で、あと、えー、その後ですね、先ほどの降水温によりまして、付着生物が多くて、えーまあえー、作業が不振だったということを分析しています。で、これに関しまして、えー、この状況を受けて、まああの、今後どうしたらいいかということの、えー、政策の提言を行っています。まず 一番目として、細、えー、病時期の適正化と陸上細病、冷凍網の拡大とで、日本ではほとんど、えー、陸上細病、冷凍網というのは普及してるんですが、韓国はまだまだ、えー、そんなに普及はしてないそうです、まあ。基本的には行ってるんですが、まだ、えー、やってないところがあるということ。であと、えー、最初に出ました、えー、水温に合わせた、合わせた、えーそですね、その種病の開発というようなこと。 あとは、えー、人間の場合は、まあ、海藻がなかったら、えー、他のものを食べればいいということあるんですけど、アワビの場合、そういうふうにいきませんので、えー、特にアワビの年間、その、えー、一定の、えー、餌を供給するようなシステムですね。えー、原料を貯蔵するとか、代替子の開発も必要だと。あと、う、えー、ん。 のりとわかめにつきましては、水産観測という資料がございまして、これで細かいデータを出しているんですけども、昆布はなくて、ですね先ほどのところで、この昆布の生産量についてはど、どれだけアワビの飼料に回っているか、食用に回っているかということが分かりませんので、これをきちっと分析する必要があるんだということを提言されております。 それでは、えー、今期の状況はどうなのかということですけれども、えー、今、10月の中旬まで,です、ね、の水温のデータがここにございますが、えー、9月から、えー、10月上旬までこれ24度以上24度くらいありまして。 えー、大変高い状況が続きましたで今年は、えー、7月15日から8月26日までですね43日間高温、高水温警戒警,発令警報というのが出ましたこれ、夏場は海藻類はあまり関係ないんですけども、えー、先ほどのアワビでありますとかあるいは、えー、魚の養殖等で,です、ね、水温が2 8度 c 以上になると変死してしまうと。 いう問題がございますので、こういう、えー、警報が発令されました。で9月のから10月中旬までは非常に高い水温が続いたと。のりで,で、えー、初期にですね、鬼山のり、これ日本ではあまりやってないんですけども、えー、韓国では、韓国の向こうの言葉で、コプチャンのりって、コプチャンっていうのはあのホルモンのことなんです。日本語で言うととホルモン海苔とこれはあの のりにしたときにホルモンのように表面があ凹凸があるというところからそういうふうに呼ばれているそうですけれども、これが大変生育不振になって大きな問題になっていますで。右の写真見ていただきたいんです、これは KBS のニュースの11月5日のキャプチャーなんですが、このようにのりが全然あの網についてないというようなことが起こっております。 で10月ののりの生産量がですね、えー、41万足で、す。去年が256万足だったんで、マイナス84%ということで、これ非常に大きな減産になっています。ただ、えーまあ、11月10月のです、ね、中旬以降は水温が下がってきていますので、今後の展開に期待というところです。でわかめについては、えー、この… 初期産のものですね、これが目落ちを発が発生しておりまして大きな問題になっております。えー、ただ、えー、ボイル塩素加工向けの置き出しについては、えー、問題なく終了したというふうな状況でございます。でこちらは、えー、このテーマのですね、えーまあ、出した後に、あの 出たニュースなんですけども、最終島でアネット性の構想量が広がってますよというようなニュースがございましたので紹介したいと思います。これ最終島の西部のまあ海槽を、えー、最終大学の方が調べた結果らしいんですけども、えー、水温がまあ1.8度こう上がって、えー、長管帯の海槽に大きな変化が現れてます。 左上の図はこれキャプチャーでちょっと単位がわからないんですが、えー、85年、2000年、2016年ということで、この赤い部分が高層で、この薄茶色が滑層、緑が緑層なんですけど、滑層類、特にこう小さな滑層類が増えていると。あと、下は、えーこれ、こちら天草の漁獲量ですね、こちらはひじきなんですけど。 採集島は、えー、特にあの海藻養殖していませんけれども天然を採取しています。で、えー、天草については、えー、83%減ったと、えー、2010年から2019年ですねひじきについても68%減ったというようなことが報道されておりまして、えー、養殖のみならず天然に関しましても、えー、温暖化の影響というのは大きいということが言えると思います。 次に中国の状況についてお話ししたと思います。中国の方は、まあ、こういう非常に国道が広くてですね、あれなんですけども、なかなかデータがございませんでした。やっといろいろデータを取りまして、生産の状況というところを知ることができました。これを見ますと えー、2000年からのデータなんですけども2003年からです、ね、細分化されたデータになってまして、えー、2000年が120万トンだったのが今,今254万トンぐらいになっているとただこの場合、えー、この生産量というのは肝重量ですので普通日本でも韓国でも 海藻の生産量は生重量で表しますこちらは缶重量に注意が必要だと思いますで。中国の海藻類の利用状況というをちょっとまとめてみました。で昆布は最初は食用だで一部用,用土の産業に行きました。その後アルギン酸が出てきて、えー、向いたんですけども。 2005年以降、ですねアルギン酸が減ってきて食用が増えたと。でこれ、アルギン酸が減ったというのは、えー、海外の原料ですね、レ地事のレッソーニャとか、えー、そういったものを多く使うようになって減ってきたというふうに聞いております。であと、えー、韓国と同じように、ですね昆布がアワビやナマコの餌として使われるようになったと。で中国では、えー、大体今、18万トン程度のアワビが養殖されておりまして、 これれの餌としてて使われておりますですから今山東省遼寧省の大連とかでは、えー、約3から4割がアワビのとかナマコの餌になっているとで福建省では6割以上がアワビナマコの飼料として使われているというところです。でわかめはほとんど食用使われていまして葉っぱはほとんど日本に輸出されて えー、茎が国内で消費されていましたけれども、今、えー、近年はですねこの葉っぱの方も国内消費が多くなっているというふうに聞いております。で海苔こちらも、えー、こちらはもともと丹治臭という、えー、中国古来固有種の養殖が盛んだったんですけども、えー、近年では日本から技術導入したサビのりの養殖が伸びております。であと、オゴのり、こちらはほとんどがアワビの餌よ。 ひじきは食用で、えー、こちらもほとんど日本煮ぼ,ぼしひじきに加工されて日本に入手されております。でこちらは、えー、中国の、えー、海藻の生産量の推移ですけど右肩、まあえー、上がりでずっと上がっているという状況でございます。ちょっと、えー、余談なんですがこのわかめに関して我々ちょっと疑問を持ってまして、えー、先ほど申し上げましたように ほとんど葉っぱは日本に輸出してますので、その日本に輸入された量からですね、幻、え、想、ー、換算数量というのをあの計算しています。でこの数字とこちらが FAO の数字で、こっちが、えー、中国の統計なんです。これは完品ですね、完品の統計。で、ちょっとこの辺はあの相関してないんですけども、えー、大体10倍。 この中国の統計を10倍し,てした数字が FAO の数字になっています。これを見ていただくと、ちょっとこの3つのデータが合わないなということで、われわれとしては、このわかめの生産量については若干疑問を持っているところでございます。次、これをですね地域別に見てみます。そうしますと 海藻をたくさん生産しているショートは遼寧省ですね、福建省、山東省ということになりますが、えー、このグラフで見てまいりますと、福建省の身長が非常に著しいということが分かります。福建省は、えー、昆布と大ごのりですね、えー、こちらが大変多く生産されているということです。での昆布 の生産量を見てみますと、えー、2000年代あたりはですね、山東省が今布は一番多いんですけども、どん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 増えてきまして、今は、えー、福建省が一番になっています。で、なんでこう福建省が増えてきたのかなということをちょっと調べてみました。で、こちら、えー、福建省と山東省、両連省の年間水温をですね、えー、これ、ワールドシーテンパラチャーというあのサイトがあって、そっ そから拾っったのでちょっと、えー、その土地による変動とは分かりませんけども、えー、福建省の方はかなりこう水温が高い状況で特にこの、えー、秋から冬にかけての水温は高いということですね。でこちらは、えー、ケルプアクワカルチャインチャイナというあの論文がありまし文献ありますそこから拾ったんですけども、えー、中国の昆布というのは 1920年代、北海道から、まあ、持ってったと。これはあの有名な大月洋四郎先生がやられた、えー、試験等での結果だと思います。でその後、えーまあ戦後ですね、えー、延滞で養殖試験が始まって、三東省で産業化されたと。で、えー、1956年から57年に、 チンタオいわゆるその延滞、まあのそばですがチンタオから、えー、福建省に昆布の種がを持っていって、えー、そこでですね高周率、えー、高温耐性の品種が開発されて、えー、福建省で昆布養殖が盛ん、まあ、なったという経緯があるということですでこちらは、えー、同じ資料からですね えー、1960年代以降に開発されたマコンブの養殖品種をの表です。ちょっと細かくて見にくいんですけども、えー、全部で18品種ありまして、この中の9品種が高温水温耐性の品種になっていますで。これは、えー、まあ温温暖化ということテーマでまで、まあ、えー、お話し,しているわけなんですけども、えー、その 温暖化に対応するというかですね、南に昆布の産業を持っていたということの表れでございまして、これはまあ別な言い方をすれば、今後です、ね、温暖化で中国の沿岸、例えば山東省とか大連とかの水田が上がってきても、こういう品種を使えば、 問題なく対応できるんじゃないかということを表しているのではないかというふうに思っております。で、次、えー、ですが、これもこの公、えー、演用紙書を出してからあの出てきた、見つけたんですけども、えー、中国水産チャンネルという、えー、ニュースサイトがあります。ここにですね三、えー、ンンののり養殖産業の現状ととリ,リスクと 対策提案というテーーマでニュースがありましたでこの一部翻訳しますと、えーまあ、地球温暖化によってですね、高訴省これはあの、えー、現在、久々のリーガの養殖が行われている、まあ、中心地なんですけれども、こちらの方で病気が発生したり、養殖の、まあ、成功率が低下して、えー、いると。 で2016年から2017年にはまあ生産量が減少したので、えー、この江蘇省でのり養殖している業者がです、ね、江、え、蘇、ー、省の北のントン省の方に行ってです、ね、のりの養殖を始めて成功したというようなニュースでした。でここに南西北洋という言葉なんですけれども、これはなんか、えー、かん中国のことわざというか、言葉で南西北洋。 北天という言葉があるそうで、これは南の野菜を北の方に運んで北で利用するという意味なんだそうですけども、それにこう、まあ、かけた言葉ですけども、えー、三トン省でののり養殖が発展したと、で実際、データを見てみますと、この2017年からです、ね、急激にこの三トン省の、えー、生産量が増えているということが分かります。 今まで、えー、韓国、中国の話しましたけどちょっと最後にですね、台湾でわかめが養殖成功しましたというニュースがございますので、えー、紹介したと思います。こちらは、えー、大野先生からご紹介いただきまして、えー、北里大学にいらしたですね小川先生を中心として、台湾の蒙古島というところで、えー、わかめの養殖成功したというような、えー、報告がございました。 こちら台湾の蒙古島というのはまあこの中国との間にあるこの島なんですけどもでこれ水温先ほど同じサイトから水温を引っ張っていましたえ一番下が岩手県の大船渡ですねで真ん中が長崎県島原でこちらはまあ今日本でわかめ養殖が行われて一番南といえますでこの赤がえこの防古島の、えー ちょっと中国語の発音がわかんないんですけど、の水温ですけども、えー、非常に高いというか、まああのー、平均ですと20度以下にならないと、ただ最低水温はまあ17度くらいになるんで、まあ、この辺のこと,ところを利用してやってらっしゃるんじゃないかと思いますけども、えー、若めの水温、あの紀の時の 水条件のをこ,ちら書きましたこれは斎藤雄之助先生の資料から引っ張ったんですこれは非常に古い資料なんですが、まあ、あの今もそんなに変わらないと思いますけども、えー、この18度から20度くらいの間で今回の、えー、養殖試験というのをやられてますので、えーまあ、一連の,その養殖過程ひ非常にこう、えー、厳しい条件の中でやって、まあ、成功したというようなことで、まあ、今後 えー、台湾でもわかめができるのかどうかというようなことは、えー、注目していきたいと思いますで。最後にですね、日本の海藻の養殖に関してなんですが、えーまあ、ご存知とは思いますけれども、このようにだん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 減少しています。で、これを海藻の種類ごとに分けてみますと、昆布、わかめ、海苔すべて減少しています。 でもずくだけはまあ変動ございますけれども、まあ、それなりに生産されているという,ようなことですけれどもこの減少の要因というのはいろいろまあ人があの高齢化で生産者が減っているところですねいろんな要因ございますけれどもやはりここにもこう温暖化の影響というのがございまして同じようにです、ね、秋から冬にかけての,その水温の低下が遅れて。 海苔のりの栽培時期であるとか、わかめの起き出し時期が遅れて、まあ、生育期間、これが短くなって生産量が低下しているということ。あと、えー、先ほどありましたまあ食害ですね、これによる芽が食べられてしまって、えー、養殖の生産が落ちているという,ようなことがございます。はい、で、えーまあ、最後ちょっとまとめてみましたけども。 まあ今後、その海藻の養殖産業というのは、今、地球温暖化のこう対策としても、ですね、海藻を使ってまあブルーリソースでえー炭素固定しようとかってお話ございますけれども、今お話したように、養殖の現場でも、なかなかこう明るい話ではないということがございます。 えー、それですので、まず一つは、えー、環境に適応した養殖品種の開発、まあ、これ、中国でやられております、いや韓国でやられておりますけれども、日本でもこういうことが必要じゃないかと、あと環境に適応した養殖技術の開発、えー、ちょっと一部では、えー、やられていると聞いてますけれども、その、えー、食害を防ぐためですね、ネット等で、まあ、あの養殖ロープを追うとか、そんなこともやられているというふうに聞いております。えー あと、新規養殖改装種の開発、まあ、これは韓国で今やられておるようなことですけども、日本ではまだなかなかそういうところまで進んでいないようなところもございますので、そういった検討も必要ではないかというふうに思います。あと、最後にですね、これはできればやりたくないということで、養殖場の再配置移転ということ、まあ、ここまでいかないように、この改装の養殖産業を維持していくということが、今後の課題ではないかと。 いうふうに思っております。えー、以上、えー、ありありがとうございました。はい、佐藤様ありがとうございました。えー、約2分ばかり、えー、時間が残ってますけども、えー、まず今日の、えー、演者の皆さんから何か質問、えー、ございますからお願いいたします。 海洋土木の水口と申します、はい、あの海外のいろんな事例ということで、あまりあの私、初めていろいろなものを聞いて、とても勉強になりました。ありがとうございました。であの韓国でいろいろ養殖が盛んということで、多分日本にもわかめとか輸入が入ってきていると思うんですけれども、はい そういう日本以外にもいろいろ海藻を食べるいろんな国にたくさんあの輸出ってされてるんでしょうかあ,あのわかめは日本が一番多いですね。えー、あといろんな国に輸出されてますけどそんなにこう目立ったところただ近年目立ってるのは海苔ですね。で海苔は今あの 韓国でなんですかね、K フード、いわゆるコーリアンフードっていうのがあって、キムチとかがそれなんですけど、はい、海苔もその一つで、一つ,つは東南アジアに輸出されてああ、はいで、東南アジアで大きな市場ができていると。 韓国でいわゆるその味付けの苔を輸出するのもあるんですが、海苔、はいえー、の,のいわゆる星のりを輸出して東南アジア、特にタイの会社なんですよそこがあの自分たちに合った味付けをして東南アジアで売っているというのが大きいそうです、ねで。あとアメリカでも今、韓国のいわゆる海苔が、はい、あのスナックとしてあ<ー>で、もちろん東南アジアもちょっとあれ言いましたけども、スナックとして。 それご飯と一緒に食べるんじゃなくてノリそのまま食べるという文化がどんどん広がっています、はい。味が濃いですね。そうですね。すはい。かはい。あ,ありがとうございました。どう時間になりましたのでどうもありがとうございました。いやあの佐藤様どうもありがとうございました。